進化生物学あるいは進化学は、生物学の一分野で、共通祖先からの種の起源や進化、繁殖、生物多様性などについて、研究を行う。進化生物学にはやや異なる二つの側面がある。一つは、生物の種は、共通祖先から、どのような歴史を辿ってきたかを明らかにする面で、分子遺伝学、分岐分類学。 古生物学などと密接に連携する。もう一方は、自然選択や、中立進化など、進化を駆動する要因やメカニズムを明らかにする面で、ある。これは、分子遺伝学、集団遺伝学、生態学、ゲーム理論などと密接に関連する。生物の進化は、現代生物学の基盤を成しており、 究極的には、生物学のあらゆる発見は進化の解明と結びついている。したがって、進化生物学は、学際的な分野で、フィールドと研究質量法の広い分野の研究者が、関わる。進化生物学者の中には、哺乳類学、鳥類学、爬虫類学などそれぞれの専門分野を持つ者が、多いが、これらを、 ケーススタディとして進化の一般的な問題に答えるのである。また進化の速度や様式を研究するのに化石を用いる古生物学者や地質学者、集団遺伝学や進化心理学の分野で活躍する理論科学者も関わることがある。発生生物学は進化の総合説に取り込まれなかったが、1990年代になって、 進化発生生物学の研究が行われるようになり、再び進化生物学の範疇に加わった。進化生物学の知見は、人間の社会文化的進化の研究や進化、心理学に強く反映されている。また、進化生物学の考え方の枠組みや、概念的な道具は、今ではコンピューティングからナノテクノロジーまで様々な、範囲の分野で適用されている。 人工生命はバイオインフォマティクスの一分野であり、進化生物学で記述される生物の進化をモデル化することを目指すものである。通常、これは数学とコンピュータモデルを使って研究される。進化生物学の歴史的なルーツは、チャールズ・ダーウィンとアルフレッド・オレスの自然選択説の提唱にまで遡ることができるが、 専門的な学問分野としての進化生物学は1930年代から40年代頃にネオダーウィニズム成立の結果として始まった。進化生物学という故障は1950年代にエルンストマイヤーによって細胞学や生理学などの機能生物学に対比して用いるために提案された。しかし進化生物学という用語を掲げた学科が 多くの大学に創設されるのは1970年代から80年代になってからのことだった。アメリカ合衆国では分子生物学、細胞生物学の急速な進歩により多くの大学が生物学科を分子、細胞生物学科と生態学、進化生物学科に分割あるいは再編した。かつての古生物学科や動植物学科などは校舎に組み込まれた。 微生物学は近年、進化生物学の関連分野として、急速に重要度を高めている。微生物は、形態的な特徴に乏しく、微生物学において、種の定義が確定できなかったため、進化生物学において、従来は重視されていなかった。しかし現在では、生理学的な研究が進んでいること、 ゲノム研究が容易であること、世代が短いことなどから進化学の重要なツールとなっている。同様のことはウイルス、特にバクテリオファージの進化についても言える。薬剤体制には進化が重要な役割を果たしている。HIV がどのようにして薬や体の免疫システムに体制を持つようになるのかを例とする。HIV の体制の変異は 生き残った人とその子孫の自然淘汰によるものである。免疫系を生き延びた HIV は繁殖し、免疫系にも耐性のある子孫を生む。適切な薬がなければ、病気は患者の死につながることもあるが、体が一定数の薬に抵抗力を持っていると、適切な薬を見つけるのは困難になる。抗生物質の投与を終えないことも、また、 最近やウイルスが進化して体内で広がり続ける体制の例である。このようにウイルスは使用薬に対して体制を持つようになるため後になって別の病気が発生し治癒がさらに困難になる。処方薬を飲み終えることは抗生物質の体制を防ぐための重要なステップである。また慢性疾患を持つ患者は他の患者よりも 抗生物質耐性のリスクが高い。これは薬の使いすぎや高すぎる投与量によって患者の免疫系が弱くなり病気が進化してより強くなる可能性があるためである。例えば、癌患者は免疫系の機能が低下しているためより強力で強力な投薬量が必要となる。多くの雑誌で学際的研究として扱われているがエボリューション。 ジャーナルオブエボリューショナリーバイオロジー、BMC エボリューショナリーバイオロジーなどは、進化生物学全体を扱っている。また、システマティックバイオロジー、クラディスティックス、モレキュラーバイオロジーエボリューションとその姉妹誌の、ゲノムバイオロジーエボリューションなど、進化生物学を分野として扱う雑誌もある。ありがとうございます。